しようっていうかですね、はい、例えばあの、まあ、古典的な例ではあの鳥がヒューッと飛んでいくのを見てダ・ヴィンチがあの飛行機を考えるとか、はい、あのリリエンタールという人があのグライダーをまず開発するとか、はい、それ最近話題になったのはあの蚊がその人間から血を吸うときにあまり痛くもない、なぜだということを考えてその形を真似した注射針を作ったら確かに痛くないなというのが、まあ、機能を持っているのを真似しようということで、例えばあのハスの葉っぱの上に水滴が落ちるとコロコロコロっとなって、ね、くっつかないですよ。